はい、どうも、スクルトです。皆さんお久しぶりです。ちょっとね、まあいろいろとね、リアル嫌なことがね、重なって、ちょっと病んでましたね。<laughs> ちょっとあの、生きてますかみたいな生存確認もね、みんな、あの、ちょっと Twitter とか連絡してくれたんですけど、ありがとうございます。ほんと、心配してくださった方。ちょっと今日久しぶりにあつ森開くわ。じゃあ今回本当に久しぶりなんだよゲーム実況者ってね、だいたい3日 回らいゲームやってなかったらうわ俺久しぶりにゲームするわーって言うんだけど俺に関して今回はね2週間ぐらいあつ森一切ねてかゲーム一切触ってませんでしたねはいということで、ね、また今日から頑張ってやっていきますで今日はねちょっと気になる島というかなんか今年はね夏をね全然満喫してないんですよねなんか海に行ったり プールに行ったりとかあと、実家に帰ってないんですよ。実家にお盆って帰るじゃんか。うん、だけど、帰れてないっていうね。てか、親からね、あの帰ってくんな、お前って言われたんで <laughs>、悲しいことに。だから、なんか今年はあっという間に夏が終わってしまったというか、田舎の島かな。うん。田舎で夏を満喫できる。田舎の夏をぎゅっと詰めた。 島と紹介されていたので、ちょっとね、まあ、実家に帰れないっていうこともあるので、まあ、ここで、田舎で楽しんでいきたいなと思います。ちょっと久しぶりすぎて動画の撮り方がわからん。これでいいか。さあ、来ました。ちょっと今日はね、夏っぽいコーデを。待って、セミ鳴いてんじゃん。うわ、もう、この、このね、セミの鳴き声がね、本当に聞きたい、俺は。よいしょ。 さあ、ということで、カオス島来ました。なんか、道具あるのかなうわ、すげえ。田舎感が本当に好き。ちょっとマップ見ていこうか。マップ。おすげえ。めっちゃびっしり整地されてるね。みんな、田舎ってさ、舐めてるでしょなんかよくさ、うちの、うちの家、田舎なんだよね。みたいな、言う人いるけど、なんかそういう人に限ってのは、あんまり田舎じゃないんだよね。 普通に結構人がいたりするんだけど、住宅街とか。俺のね、実家は岐阜県なんですけど、岐阜県って知ってるそもそも。なんかね、一応、日本の中心にあって、めちゃくちゃでかい県なんだけど、そもそも岐阜県ってあんま知られてないというか、ね、本当に田舎なんですよ。電車は、一応あるっちゃあるけど、1時間に1本とか、もうほんと山しかなくて、うちの隣や、山なんですよ。もう猿とかもね、 普通に庭にね出るっていうね。まあちょっとエアガン打って遊んでたんですけど。うん。あともう田んぼ。田んぼ。こういう感じでもう田んぼしかないんですよ。もう多分、岐阜県の8割は田んぼでできてますね。山と田んぼで。うわ、すごい。いい感じ。なんかこういう、いいよね。こういう、自然あふれる感じ。ちょっどっから行けばいいのかわかんない。なんかこう、お墓。あ、お墓参りもしてないし。この <laughs>、このベイビーは何一体。 このベイビーは何お墓の守り神みたいな。あ、いいですね。この錆びついた街。めちゃくちゃいい。めっちゃワカメ落ちてんじゃん。<laughs> トイレトイレ謎のトイレね、うん。水出しっぱなしだからちょっと止めとくわ。お、なんだここ。お、海の家かなすげえ充実してる。うん めっちゃ充実してるあ海水浴場だってちょっとマリンスーツ俺持ってないやいいねここで泳げるということですごいいいなこの虫の鳴き声マジでいいあ神社田舎ってね神社がねめちゃくちゃあるんですよもうあのー、近所に3つぐらい神社があるっていうね肝試しでねあの使うんですけど子供会で 俺はね、ガチで肝試し中にね、なんか見ちゃったんだよね。見てはいけないもの幽霊がね、なんか白い、白い女の人みたいなのが、バーってね、目の前を通り過ぎてたんですよ。あれは忘れられない。で、ここが、えー、っと、田んぼですかね。いいね埋まってんね。いいね。いいね、いいね。うちもね、田んぼあったんだけど、もうおじいちゃんがね、あの、動けないので、動けるけどね、もう疲れてるので、 田んぼを売りましたお釣りスポットに、ここすごいな、自然めっちゃ溢れるな、自然めっちゃ溢れるなって、なんか、そんな言い方しないか <laughs>。自然めっちゃ溢れるなって、自然めっちゃ溢れてますね。はい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 。えーキノコね。はいはいはい。しいたけとかなんか育ててる人いるんだよね。なんか、たまにもらえる。はい、で、ここが、 キャンプ場かなキャンプ場の看板が。いいね砂浜のキャンプってめちゃくちゃいいと思う俺。うおでこっちはあもしかしてこれ遠近法を駆使したあれかもしれないからちょっと上から見てみようか。すげえ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 こんなすごい遠近法初めて見たかも。え待ってこのさ後ろのさ何っていうのこれ あの、入道具も、めっちゃ良くないえめっちゃ最高じゃないこれ。電車も走ってるし。ほらほらほら。公園からね、いい景色が見れますと。いや、遠近法素晴らしいね、これ。えー、うわ、すごいなで、住宅街。うん、外に洗濯物とか干してある感じ、めちゃくちゃ好き。 井戸もある、うん、うちもね、井戸あるんですよ。もう使ってないけどね。あ <laughs> なんかポケモンの最初の道路にいる虫鳥、わんぱく小僧みたいな。いるよ。虫さんかなこれ。虫相撲しようぜ。カツオじゃん。いいね。虫相撲しよう。俺はね、クワガタ使ってましたね。使ってたってちょっと言い方悪いんだけど。 うちの大事なね、クワガタはね、友達のね、最強のカブトムシにやられてしまって、なんか首をね、ちょん切られてしまって、めちゃくちゃ泣いてました、俺。もう本当にお墓建ててた。うん。お墓建ててました。でもなぜかそのお墓に、あの、立ちンするっていう。すごいなぁ。上もしっかり作り込まれてる。え、これ何これ。ポ、ポニョかなこれポニョかもしれない。これポニョ。 おー、プライベートビーチ、誰か遊んでるわ。えー、いいねー。めっちゃいい。すごい。これも家にあった、俺。これね。なんて言うかわかんないんだけど。あ <laughs> こういうプールも置いてある。いい、あるわ。じゃあ、お邪魔しまーす。田舎の家をちょっと期待してしまってる、俺は。いいねー。ご <laughs> ブリにめっちゃおるやんけ。向 <laughs> かでも、いやでも、本当におる。 本当に実家ね、ゴキブリ毎日で撮ったからね、本当もう嫌になるよ。新聞紙で丸めて撮っとくわ、つって。あ、いいですね。いやー、めっちゃ再現度が高い。多分、主さんも田舎育ちなんだろうね。あ、子供部屋かな扇風機なのがいいな、俺。ここポイントだと思う。うん、やっぱ、扇風機なんだよね。 もうエアコンあるよ。エアコンあるにあるんだけど、なんかもう夏はね、ずっと親にね、扇風機使いなさいって言われて、エアコンもつけ、つけたとしても、2時間タイマーで28度しかつけさせてもらえないっていう、扇風機の前にね、ずっといるのがね、最高なんですよ。おー、すげえ。すげえ、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 花火大会だ。えー、ちょっと今年花火大会ガチで見てないんだけど、まあ、どう盛り合い見たんだけど、 撮影してますね。これ、あれだね。花火大会の壁、もらえたやつ。これ、あれか。これ、仏壇を再現してんのかなありがとうございました。いやー、なんかもう、満喫した感あるわ。<laughs> ありがとう。もうちょっと動物の森で癒されたわ。マジで。ね、本当に、温泉いいね。ちょなんか夏満喫したかも、俺。 うん、夏満喫したわえこの虫かごめっちゃ可愛くないねすごいはいというわけで今回は、えー、めちゃくちゃ田舎再現というかもう,もう夏詰まってんね夏が詰まってるカオス島っていうカオス島かな,カオ,かなカオス島かなカオス島にお邪魔させていただきました概要欄にね、えー、カオスさんのねツイッター入らせていただいておくので ぜひぜひ皆さんチェックして遊びに行ってみてくださいということでこの動画いいなと思った人高評価チャンネル登録よろしくお願いしますよかったらねみんなの田舎あるあるもねちょっとコメント欄で教えていただけると共感できると思いますというわけでねちょっとマジでまた YouTube 頑張っていくので、うん、チャンネル登録高評価よろしくお願いしますあおった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 いくよ ちょっとこれむずいな。井戸あるからな。うまくいけるかな。はい、オッケー。つくつく奉仕。夢だけどね。そっか、夢の中か、こう。あ、田んぼに虫がいる。え、めっちゃいるじゃん、虫。オーセンチコガ、ね、バタッよーし。キリギリスやった <laughs>。